撃を終えた呂布は曹操はこちらが力押しすると考えている。だがそれに付き合うのは俺だけだ。呉氏は必ず救い出す。お前たちは奴の思惑の上を行け。分かった、任せておけ。カイル出るぞ。最強は誰か雑魚どもに教えてやる。曹操、まだ力の差がわからん。ならば何度でも打ち砕いてやる。出ろ。ゲートへの多重な不順は消えろ。誘いがそこはない。そこで一芝居をし、我らは兄弟となります。よくよく暴れればよいのだな。ゲートはこのカイオに任せよ。本陣へ戻られる。
識を働き。皆、私に続け。呂布軍本陣を炎上させろ。やっぱりやはり敵は本陣へ動いていますな。さあ、急ぎ追いかけますぞ。帰よう、隷属の軍を到着である。呂布よ、かつての良しみで助けに来てやったぞ。戦いましょうぞ。レザゴー、なんだ一人でね。我が知略の餌食になりたいらしい。手応えがないな。さすがさすが、欲殿の無にかなうものなどおりますまい。本陣はガラ空きじゃねえのかよ。一旦本陣まで下がるぞ。はい、必ず本陣で戦死をします。さあ力道、ここからが本番です。任せておけ。ち最強の家の前に突入、全て薙ぎ払ってやる。楽しませてくれるね。では次の策を試してみようか。お待たせしました。敵の足止めをお願いします。雑魚が湧いて出るし、レザゴども来い。俺がまとめて叩き切ってやる。やつらめ、こちらの本陣を借りて。レザゴが最強。猛毒が危ない。急いで戻るのに知ったか。飛行の天地に災いなす戦機、海の盾として飛行らを押しとどめん。うわー、欲が近づいてくるぞ。逃げろ逃げろ。欲殿の結束を感じさせる。私たち兄弟に恐らく残らぬ。
ういうといったところかな。え、そろそろ終わりにしよう。死ねざるを。それで策とはやろうぜ。正式で俺を止められると思うな。死ねざるを。やばい、もう本陣まで来ちまう。誰でもいい、やつを止めてくれ。誰ぞ良い軍師でも得たか。おお、素晴らしきお働き。よし、オイラが相手だぞ。まさかこのわしの前に立つとは。獣の群れと侮りすぎたな。試練が欲しく遠心を疑う男が偉そうだ。どうぞ、この私は覚悟。お相手に願う。だけの獣と思っておったが、乱世で化けてな。行け。勝者は戦にて勝者となり、勝者は乱世の果てに覇者となる。素晴らしい、素晴らしいですぞ、呂布殿。もはや我らの前に敵はなし。いざいざ天下へとひた進みましょうぞ。呂布は帝都での戦いを制し、曹操を遠州から完全に追い払う。この勝利は多くの者の活躍により得られたものだった。海遊の活躍、遠州の来園、そして劉備による謎の女性、すべてが呂布を覇者たらしめんとするかのようであった。その後呂布は武威を掲げ遠州の各地を掌握。流浪すること3年、ついに呂布は寄って立つ地を得た。これよりは各地の群雄を倒し、天下に己の名を轟かせる。そしていつか長安へ戻り、掴むべきすべてを掴み取る。呂布の目は未来を見据え、爛々と輝いていた。その隣で陳宮もまた胸に秘めたる大志を燃やす。鬼神の戦いの道は今新たな局面を迎えようとしていた。列を乱すな。俺についてこい。かかれ。馬と武具は十分、長練も充実。これも城や僕があればこそ。いかにも寄って立つ地とは実に実に素晴らしいものですな。
次だ陣球。次はドイツと戦えばいい。やはりまずは曹操ですな。他のものを捨ておけばいずれ大きな障害となりましょう。その先はもっと強い奴らもいるんだろうな。無論ですとも。南の部門、北の名族、強敵にはこと欠きますまい。世のすべてを戦で制し、その頂に立つ。それこそまさに呂布殿の武の天下。ふぅ、たぎるな。この天下のすべて、俺の部で勝ち取ってやる。